山品本願寺の戦いは、天文元年8月23日から24日に、かけて行われた、細川晴元六角定より、京都の北家一揆の連合軍と、浄土新州本願寺勢力との戦い。山品本願寺合戦とも言う。飯森城の戦いで勝利した一行一揆は余生を、勝って、山戸に侵入、幸福寺、春日神社を襲撃した。この動きには、 飯い,い城の戦いで一向一気州に援軍を要請した官僚、細川春元も脅威を覚えた。春元だけではなく京都の民も脅威を抱き始めた頃、一向総が京に乱入して、北家衆州を攻撃するという風説が流れた。晴れ元方の摂津国人、茨城長高による激文もあり、直ちに武装した北門とは、年月日には、 北家一揆として放棄した。これには、飯い城の戦いで自害し、熱心な北家信者であった、三好元長のあだうちという側面もあったと考えられる。放棄した、北家一揆と春元は直ちに手を結んだ。天文に改元後の同年8月2日、晴れ元方である、木沢長政に対して、一向一揆衆が押し寄せたが、木沢軍は逆に、 一行胸の寺寺や堺の道場に放火した。これに対して、泉、河内、摂津、山と四カ国の一向一騎衆が一斉に立ち上がり、春元のいる堺へ押し寄せると、木沢軍が迎え撃った。二水期では、この時の様子を、本願寺と細川春元との間が不和となり、昨日すでに諸軍勢を率いて、堺を囲んだ。しかし、春元の勝ち戦で、 一期勢は数百人の死者を出したということである。天下は一騎の世になると噂しているが、その通りになっているようだ。マッセの有様が嘆かわしい、に推き8月3日の情と記している。ここにある、昨日とは8月2日のことで、諸軍勢とは本願寺軍を指している。少女と一行一期衆が連帯している情報を伝え、この動きに反感をあらわにしている。 京でも、北京奇襲が8月7日に軍事行動を開始した。この時北京奇襲を率いたのは、柳本賢治の家臣であった山村正次である。このように、京都、西岡を抑えた北京奇襲は、山品本願寺への総攻撃の準備を整えた。総兵8月23日、山品本願寺への婦人が整った。 工場軍は大まかに以下の四軍で成り立っていた。このように四方を取り込むようにして完全に包囲した。この時の工場軍は三万とも四万とも言われている。戦いは8月24日早朝より開始された。山品本願寺の水落ちと呼ばれる場所から軍勢が侵入し家屋に火をかけると午前十時ぐらいに諸口からも工場軍が乱入し、 寺町周辺を放火して回り、大勢が決した。山品本願寺は、シャボを一つ残さず灰になって落城した。一説には、包囲軍の寄せ手の時間稼ぎには僕を申し込んでいた。最中で、山品本願寺は油断しつきをつかれたと言われる。この時の状況は、天文元年8月24日、死神期の城に、昨日より今日に至りまで、城中性に指摘をなり、 佐藤ころ兵庫助、和睦のお首として人質にで、現時労打へ取り時き、所税、水落ちより、乱入して美を、掛け交換、一時の間に、自中ご暴動等消失口、死神記と記載されており、乱入から短期間で、ご暴動等が炎上したと考えられている。死神記の著者である蓮魚の抜歯実従は、商女山品本願寺から連れ出して、診断成人、見かけや 地方ともども、大阪五坊へ退却した。山品本願寺は消滅したが、この戦いではまだ決着はつかず、同年9月末に、再び、山崎周辺で一向一騎衆と、北京一騎衆と戦闘状態になり、この時は一向一騎衆が勝利し付近を放火京都に攻めようとする情勢になったが、北慶一期衆が落中で玉りを行い、十月になって、ようやく京は平成に戻った。 しかし、摂津を中心にして、本願寺、一向一期対、細川春元、北景一期の合戦、天文の作乱は続くのである。